競馬 V のチャンネルが世界一。おはようございます、競馬 V です。今日のね、12日阪神、阪神大賞典開幕の方さっと言います。前回動画でも言った通り言い訳入りましたね。まずはリッチマン、リッチマン狙いますよ。でステインシアトルもねいいかなと思ったんですが、やはり初めの初始貫徹でいこうと思ってます。なんでソウルインパクトで傍受、ちょうど僕が思ってた枠順に入ってたんで、シャケトラが内枠の方入ってたらちょっと怖かったんでね。でここのステインシアトルが一番ちょっと気になるのは気になるんですが、やはり自分が思った通り、リッチマンでソウルインパクト傍受でいこうかなと思ってます。これはちょっとワイドと、馬連とで三連複で行こうかなと思ってます。こちらはねまあまあ、 軽めに買おうかなと思っているんで、どうぞよろしくお願いします。まあ参考になればいいかなと思ってます。で次は、反対のレースいきます。ジャンプ、はい、ちょ、やってまいりました。中山、スプリングステークス、こちらの買い目の方行こうかなと思ってます。これもね前回動画で言ってたユニコーンライオン、どこ入りました。これユニコーンライオンを狙います。ユニコーンとでちょっとねロジャーバローズがね外に行ったんでね、ちょっとどうかなと思うんですが、やっぱこれも、能力ありそうなんで ロジャーバローズも買おうかなと思ってます。でこちらも高野ディアマンテも僕はこれ買おうかなと思いました。で1頭ね、穴でもし買うんだったら僕はこのエメラルファイトかなと思っているんですが、ただまあ朝日杯、まあ、6着っていうのも実績もあるし、前回ねこれ1着っていうのはあったんで、これがかなり気になるんですが、まあここも余裕があったらちょっと買おうかなと思ってたんですが、今回はちょっと外そうかなと思ってます。なんで3番のユニコーンライオンと12番高野ディアマンテとで15番のロジャーバローズの3頭でいこうかなと。すごい気になるけどねエメラルファイト、まあ、気になる時は買っとけなんですが、資金も抑えていこうかなと思っているんで、もうこの3頭でいきます。こちらはもうワイドと生まれだけ買おうかなと思ってます。ですんでこのまあまあスプリングステークス当てて、ちょっとでもね資金増やしたいんで、まあ、当たるかどうか分かんないですけど、まあ来週の高松の宮記念に向けて頑張ろうかなと思ってます。ですんでチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではまた、さよなら、バイバイ。 G1 高松の宮記念大勝負します。その内容はまたね、楽しみに。チャンネル登録、グッドボタン、コメント投稿よろしくお願いします。競馬 V